皆さん、どうか落ち着いてください。落ち着いていられるかってんだ。ここにいるのは分かってるんだぞ。あの売国奴を皆の前に引きずり出すなよ。そうだそうだ。これは一体どうしたっていうの。どこから漏れ伝わったのか、ホルドラがここに収監されているのを知って市民たちが押し寄せてきたんです。やっぱりあのドクロの処刑人がここにいるってのは本当だったんだな。あんたら何をグズグズしてるんだ。あの魔女をここに連れてこい。俺たちの手で八つ裂きにしてやる。八つ裂きだなんて、それじゃ帝国のやり方と何も変わらない。みんなもっと冷静になろう。冷静になれですって。私の婚約者はドクロ連隊に殺されたのよ。恨みを晴らさせてちょうだい。俺の親父もそうだ。奴は魔女だ、売国奴だ。あんたら解放軍だって仲間をたくさん殺されたんだろう。だったらなんだって奴を隠そうとするんだ。やれやれ、騒乱が生じたと聞いて来てみれば。聞け、アラミ語の同胞たちよ。誰だ。アラミ語の猛牛ラウバン様よ。諸君らの怒りも嘆きも悲しみも我が輩もまたこの胸に感じている。痛いほど、そう、まさしく痛みとなって感じられるのだ。だが考えてほしい。帝国軍に連れ去られたまま未だ戻らぬ同胞のこと、彼らの帰りを待つ恋人、家族、友人たちのこと、行方の知れぬ彼らはいずこにいるのか、これを調べることもまた大切なことのはず。復讐あるいは正義を求める声はよくわかる。だが今少しだけその決断を下すのを待ってほしい。殺すのはたやすいが、死者に真実を問うことはできないのだから。我らアラミ語の民は今や新たな国づくりを始めている。故に我が輩は全ての同胞たちを前に訴えたい。新たに国を担うことになる者たちが真実を知ることができず迷うことがあってはならないと。罪人たちを裁きの場に引き立てる役割は彼ら新政権の担い手にこそ任せようではないか。故に今は辛くともこの燃え上がる心を沈めるべきなのだ。ただどうしても俺も。
誰かと思えば、揃いも揃って敗者を嘲笑いに来たのか。いや、それともようやく私の願いを聞き届ける気にでもなったのか。この無駄な命を終わらせてくれるなら歓迎してやるぞ。どちらでもないよ。言ったでしょ、生きさせるって。でもそれは嘲笑うためでも勝ち誇るためでもない。無駄なこと。そう、全部無駄なんだよ。もう生きている意味なんてこれっぽっちもありはしない。仲間たちは他ならぬ私の手で死に、そして私はお前たちに敗れた。もう生きている意味なんて。そうじゃないだろう。今さら本音を隠そうとするなよ。あんたは冷酷だったけどバカじゃない。全てを投げ打ってでも未来のため自由をつかもうとした。それが仲間の死を踏み台にすることだとしても、あんたの決意だけは誰がどう言おうと本物だったはずだ。俺はそれを知っている。しないでちゃんと歩いてちょうだい。今日の晩餐会にはガイウス閣下もいらっしゃるのよ。はーい。ねえお父さん、ガイウス閣下って誰？教えて教えて。またフォルドラの教えて教えてが始まったね。いいかい、ガイウス閣下はここアラミゴの総督を務める立派なお方さ。早く行かないとお目通りできなくなってしまうよ。売国どが。ねえお父さん、売国どって何？教えて教えて。売国奴ってのはな、嬢ちゃん、国や仲間を売り払って自分だけがうまい汁を吸おうとするお前の父ちゃんや母ちゃんみたいな薄汚いクズ野郎のことさ。お父さんもお母さんも優しいんだよ。クズなんかじゃないもん。その優しさってのはな、俺たちの血でできてるんだよ。いやしっか君。危ない。売国だ。ガレナール帝国軍へ、属州民同士の喧嘩になど
付き合っている暇はない。そんな私たち一家は市民権を持っているんですよ。お父さん怖いよ。大丈夫だ。いずれみんな分かってくれる。犯行だけが生きる道じゃないんだ。同士の小競り合いなど好きにさせておけ。ガス抜きにはちょうどいい。あなたは市民権を持つ立派な帝国人なのよ。だから軍に志願する必要なんてないわ。あなた、その入れ墨は。見ればわかるでしょ。死んだ父さんと同じアラミゴ伝統の入れ墨なんだから。そんなことをしたらあなたも蛮族だって思われてしまうわ。私も帝国人なんじゃなかったのかしら、母さん。結局そういうことよ。いくら市民権を持っていたって、汽水のガレアン族からは蛮族と呼ばれ、同じ帝国人とは見てもらえない。だったら軍に入って誰にも文句を言わせないほどの力を手にするしかないんだ。父さんのようにならないためにも。アンスフリッド、フルドルフ、エメリン、覚悟はいいね。私たちは力を手に入れる。どんなに苦しくとも、たとえこの中の誰かが死のうとも、その屍を踏みしめて少しでも上へ、自由をつかむために。あんた、人柱になるつもりじゃないのか。自分が憎しみを背負って処刑されれば、民衆の心は団結する。だから。違う。死にたいだけならいくらでも機会はあったはずだ。服なり毛布なりを使えば首だって。それをしないのは。黙れ。いや、黙るものかよ。だって俺は。そうか、貴様ら、私の過去を見たな。
だが貴様らが見たものなど私たちのほんの一部だけだろうが、知ったふうなことを二度と口にするな。私はお前たちが考えるような女じゃない。結局は父を殺した奴らを、父を見捨てた奴らを見返してやりたかっただけだ。こんなまがい物の力にすがってまでな。人の手に余る力を持って、なんで平然としていられるんだ。わけのわからない他人の人生を見せられて、苦しんで裏切られ、身勝手な思いを託されてまで、どうしてお前は歩みを止めない。どうして。時間だけはまだある。だからもう少しこれからのことも考えてみてよね。行こう、みんな。